急遽、そう、配信じゃない、収録してからになったんですけど、でもなんかね、ちゃんと、そう、テレビ出れてすごく嬉しかった。お昼はゆうなとね、ご飯食べてないですよ、今日。そう。お昼は別々で、私はお昼はりんごと、あとパン食べました。でもほぼ朝ごはん？でも昼か、時間的には。今日起きるのはね、まあ遅くはないと思う。普通 普通の時間でしたね、起きる時間は。そう、今日は9時半に起きました。そう、普通ですね。普通が9時半ぐらい かな。で、早いのがほんと7時とかかな、起きるのが。そう、明日早いんですよ、それこそ。そう、7時くらいに起きなきゃいけないから。いや、明日怖いな、なんか。頑張る。いやー、早起き得意ではないんだよね。そう。起きれないとき、本当に起きれない、私。そう。いや、6時は本当にすごい。学校の時とかも朝6時にちゃんと起きてたけど、なんか今では想像つかない。本当に起きれてたんだって、なんか、なんだろうね そんな感じです でもそっか、7時が早起きじゃないっていう人もいるから。そうね、個人的にはでも、7時とかが早起きに入るな。そう、めっちゃ早い人早いからさ。そうね。えらい、朝6時起きは。偉すぎる。数学 ファイト ファイト。ね、朝日浴びた方が体にいいんだよ、多分。いいんだろうけど。あとは換気とか。
あ、プリュから注目してますって、ありがとうございます。うん、だから最近ほんと涼しくなったというか、寒くなってきたように感じた。私の服装がこれだからかな。ゆうなんちに今あやねちゃんとね、そうね、ひだあやかな、ひだあやがいいのかな。うん、今日はね、そう、まあ午前中から一応ね稼働してたんですけど、今日いろいろ撮ってきたので、まあ AKB の方はグッズだったりゲームでのこと楽しみにしてほしいし、もう一つの方はまあそう、でも結構近々あっちゃ近々なんですけど、うん、またなんか皆さんが驚くようなお知らせができると思うので楽しみに。私もびっくりしたもん、えってそうびっくりした。うん、でも多分驚くっていうのが何だろう、本当になんか新しい挑戦って感じ、個人的には挑戦ですよね。そう、新しい感じ、そう、こういう仕事できて嬉しいなって個人的にはそう思った。なんか新しいところでまたでお仕事できた感じでした。だからちょっとワクワクした、ワクワクしましたね。ね、うん、でも11月ぐらいに言えるかなって感じ。全然釣り堀だし、昨日載っけたインスタの写真はセリカと2人で釣り堀行った時の写真なんですよ。そう、楽しかった。セリカが人生初釣り堀で、そうで、いろいろ教えながらやったんですけど、めっちゃ釣れましためちゃくちゃ釣れました。前のアンロケのロケで行ったところに行ったんですよ。でアンロケのロケで、そのプライベートでアンロケで行った時は1時間の間で全然釣れなかった。で最後に2匹だけ釣れたじゃん。でもこの前そのセリカと一緒に行った時は1時間だけだったんですけど、普通に私4匹1人で釣った。セリカも1匹くらい釣れたし、めっちゃ釣れました。そうだからすごい悔しかった。しかも鯉もちゃんとつかめるようになったよ。そうだから鯉の口から針も取れるようになったので、そう、そう、餌もつけれるしね。餌はでもロケの時も自分でつけてました。で隣のその女子2人組がなんか餌のつけ方とか分かんなかったらしくて、なんかそこで普通に話して教えたりとか、そうなんかね、そう楽しかったですなかなかそんなことないじゃん、お隣の方と話すことってないから、なんかそう楽しかったうん、でもハリーなんかそんなぬめぬ、なんかがっつり触るわけじゃなくて、ハリなんか口元を見つけてピンポイントでハリーポイって取るだけ。うん、全然バレなかった。
でもまあ次の予定は別に立ててないけど、また行きたいなとは思う。セリカ全然キャー、私がキャーキャーずっと言ってた。セリカめっちゃ冷静やった。 あ、釣れた？みたいな。釣れた？え、どうする？みたいな。やばいやばい。網？網？網みたいな。すごい冷静でした。 そう。そう、でも私トング持ってないからさ、トングって借りれんのかな？そう、釣れると楽しいよね。今日ノースリーブじゃないよ。肩出しですね。飯田橋でランチとかしなかった。お、すごい、トング持ってない。なんか斜め前ぐらいにめっちゃ釣りの上級者さんがいて、そのトングも持ってたし、その何竿を取り付ける用のなんか道具も全部持ってて、あと網も何個も持って、その鯉をめっちゃ釣る時のさ、スピードもすごいの。なんかパッ、なんかもう、スポーツみたいな、一種のスポーツみたいな感じで、めちゃめちゃ上手で、そう、常連さんなんだと思う。一人黙々と魚どんどん釣ってた。本当にすごかった。ねえ、隅田川で釣りしてる人もいるんだ。それ僕絶対嘘やん。 違うやん。そう、わかるもん、ファンの方やったら。そう、今日は前髪あるんですよね。そう、前の撮影で前髪ちょっと下ろす系だったんで、前髪下ろしていろいろ写真撮ってきました。メイクとかも今日やってくだ、その前でやってくださったまんまでやったから、めっちゃメイクもなんか綺麗にしてもらえてます。そう、メイク違うねって言われました。そう、やっぱバレますね。髪ね、切ってないんだよね。多分巻いてちょっと上がって見えてます。そう、まだお風呂入ってない。 なんかそう、体力使っちゃったみたいで、ゆっくりしてました。 動画見たり、なんかゴロゴロしてました。そう、ちょっと今日でもいろんな人に髪切ったって言われた。ね、でもこんなのがさ、私は好き。ね、これからお風呂です。そう、毛先がめっちゃくるんってしてる。かわいい感じです。初めてしたかも、この長さで。あ、うたコンはなんか別に USJ とか行く予定なくて、本当にトンボ帰りだったんですよ。
そう、でも収録で普通に生配信と同じスケジュールだったので、本当にとんぼ返りでした。そう、朝早く行って準備して、で本番やってダッシュで終電乗って帰るみたいな、そんな感じ。そう、すごくねバタバタしてました。そうそう、5分で着替えみたいな、5分で着替えてすぐ出るみたいな。たこ焼きはその待ち時間って言ったらいいんですか、その本番までの待ち時間の間空き時間があったので、そこでスタッフの方が少しでも多分大阪をってことで、そうたこ焼き買ってきてくださって、観光とか何もできてないです。でも本当に急いでやったんですけど、駅に行ったら結構余裕で空き時間あって、みんなお土産買えてました。 そう、でもお店結構閉まってたから、551のね、豚まん551とか買えなかったんですけど、大阪滞在6時間とかじゃないです。朝すごい早いのに乗ってったから、普通に、そうだね、10時間はいるんじゃない？ねえ、そう。ねえ、シューマイもうまいって聞いた。ねえ、まあ、また今度ですね。食べたいな。で、おこわの、おこわか、美味しそう。めっちゃ結婚してくれっていつもコメントしてくれてる。私はね、わがままな女の子だから無理だと思うよ。 そう、面倒見てくれるなら。あ、赤福ある、大好き大好きです。でも最近は食べなくなりましたね。一人だとやっぱ難しいし、カロリーすごそうだし。そう、でもめっちゃ好きです。551の海鮮ちまき？美味しそう、絶対美味しい。ねえ。なんだっけ、わなかさんのたこ焼き食べましたね、大阪行った時。ククルさんの食べれなかった。そう、わなかさん、そう、マナカとワナカの写真もあるからいつか載せますね。でも赤福は偏見かもやけど、うちはなんか女の人がめっちゃ好きってイメージ。そう、赤服なんか女性受けがいいイメージだな。でも男性も好きですね。そう、そうそうそう、だから秒でなくなる、マジで。
そう、緑茶に合うのよね、いいよね。でもやっぱ男性も好きってこと聞いたからね、偏見ですよ。あ、めちゃめちゃ完全に ゴテゴテの。何、赤福氷って美味しそう。そういうさ、地元ならではのやついいよね。山口にも売ってたかな。どうだっけ。でもほんと大阪とかに行ったら食べれるイメージだな。あとまあ名古屋とかね。うんと、手を誘惑の食べ物がどさどさ。山口はそうね、ういろうだね。マジで山口のういろう美味しいから食べてみてほしいです。なんか山口県はせいろ蒸しっていう作り方してるんです。名古屋の方がどうなんだっけ。まあでもなんか名古屋の方は結構ね、羊羹とかのイメージがすごくあると思うんですけど、山口県のういろうはそのせいろ蒸ししてるから柔らかくできるんですよ。しかも入ってるものが原料も違うんですね。そうだから柔らかさとかが全く違くて、結構硬いイメージがあると思うんですけど、山口のそのせいろ蒸しっていうのを使ってるから蒸すんですよね。そう、蒸すからもちっとした食感に仕上がるんです。うん、だからめちゃめちゃ老若男女から好かれるものになってるとは思うんですよね。っていう宣伝したい、本当に宣伝したい、本当に美味しいんですよ。そう、多分山口の色を食べたらびっくりすると思います。はい、こんな感じです。今日は誰もいないの？っていないです。うん、そう、私は東四郎さんの期間限定もあるんですよ。東四郎さんは今だったら栗がね、結構大きく切られた栗が入ってるういろうが売ってたり、あとなんだっけ、あとよもぎもあるんです。春になったら、春になったらよもぎもあって、よもぎもすごく美味しくて、そうやって季節限定がちゃんとあるから、なんかしかもその季節限定がすっごい美味しいんですよ。レギュラー化した方がいいって思うぐらい美味しいんですよ。そうだからね、なんかでお取り寄せが真空パックになっちゃうんですね。で真空パックがその山口県のういろうの売りが多分生ういろうなんですね。で生ういろうは真空パックにしたら普通できないのかな、まだ。そうちゃんとその生を持続できないんですよね。そういうパックみたいなちゃんとできてなくて、でも普通のういろうなら売ってるはず。そう、やっぱ生ういろう食べてほしいけど、普通のういろうでもやっぱ違いあるから、全然やってると思う。取り寄せ調べてみるわ。めっちゃ今日あれ 語ってる ういろうについて。だから本当に山口来た時には絶対1個食べてほしいって思う。生ういろう、生いろほんとね、近くの県じゃないとね、持って帰れないじゃん。時間かかっちゃうから。山口ういろう、お取り寄せ？
あ、でもお取り寄せしてるね。してるしてる。あ、みほり堂とかある。なるほどね。みほり堂さんとか、あれですね。お取り寄せしてますね。だね。多分生オイルのお取り寄せ、やってんのかな。いやー、生オイルの取り寄せはなかなか難しいかな。でも調べてみたらありますね。うん、あるある。あと私の好きな 東四郎さんのところにもお取り寄せがあるのかな。ああ、あるね、お取り寄せ。おお、あります、あります。検索してみてください。私の好きな東四郎さんもあるし、みほり堂とかね、まあいろいろあるんですよ、銘柄が。でもこの前私は、お母さんが、ママが東四郎の期間限定の栗を買って帰ってくれて、1個食べたので結構もう満足してる。まあ、気になる方は、ね、アンテナショップ、あ、確かにお取り寄せしなくても、生はアンテナショップにもないかもだけど、ウイローは置いてると思います。裏山でしょうね。やくももち、おいしそう。そう、生は現地で。あー、ウイロー、それこそそうだね、赤服的な感じで男性の方でも苦手な方は多いかも。うん、でも食べたらね、やっぱ感動すると思うんだよね、山口のウイロー。そう、他と違う良さがまたあるなって思う。山口のアンテナショップは日本橋とかだっけな、だっけ、あるよ。甘いの好きな方はぜひ。確かに最近あれね、そう、宣伝、そう、マイクロブタさんのこともそうだし そう、伝えていこうと思って。そうね、一度はね、口にしてほしいですね。うん、あ、でも弓花博の時食べたよって、山口行った時ね、食べたよって方とかいる。嬉しい、ありがとう。マイクロブタさんの宣伝はなんか、違うんですよ。あれは普通になんか、まあ、ずっと買いたいって話してて、なぎちゃんとか何人かにはそう言ってて、買いたいんだよね、可愛くないみたいな話をしてて、でも私に多分そういうイメージないじゃん、皆さん。だからなんかそういうイメージ持ってほしいなと思って そう、あと、その私がつぶやいたことによって、そのマイクロブタ飼ってる方とか話聞けたらなみたいな、ツイートでさ返信してくださったりとかさ、そう、ちょっと知れたらなーって。
そう、でも本当今は難しい、この活動してる中では難しいと思ってるから 難しいと思ってるから、まあね、まあおじいちゃんおばあちゃんになってでもいいんだけど、なんか一生の間に 何人と出会えるなど、歌詞曲名みたいになっちゃうけど、一生の間でどこかで買いたいなみたいな。そう、今は多分難しいと思う。だってマイクロブタさん帰るんだったら、パル君も東京に連れてきてると思う。動物は大切にしないとだからね。ちゃんとお世話できそうにないから。そう、パル君にもだって会いたいもん。そう、だから飼ってる人の、動画とか、あとはマイクロ豚カフェっていうところがあるんですけど、そこのインスタとかフォローして投稿を見てる 見てます。そうなん、主人がいないと寂しいからね。そう。そう、猫カフェ的な感じで、そう、マイクロブタカフェっていう。カフェ行ったことなくて、今一番行きたいところがマイクロカフェ、マイクロ豚カフェ最近ハリネズミカフェとかあるんだよ、いろいろあるよ。爬虫類カフェとか哺乳類カフェとか、そう、今最近いろいろ、そう、フクロウカフェとか、マイクロ豚は子豚は子豚なんですけど、その大きくなってもその子犬とかの大きさまでしか大きくなんないんですよ。そう、普通の豚さんだったらさ、めっちゃ大きくなるじゃん、抱えれないぐらいに。そう、けどマイクロ豚さんは、その、そうね、一番最大の大きさもそこまで大きくないみたいな、とても飼いやすいみたいな感じ、とても飼いやすいね豚さんになってる、多分飼う用の豚さんなのかな、そうになってて。めっちゃ可愛いんですよ。多分散歩とか普通にするんだと思う。そうなんです。豚さんは綺麗好きで賢いんですよ。そう、そういうところもいいなって思うんですよね。餌は何でも食べるんですよ。ご飯も食べるし、お米とか。お米も食べるし、だから人間と基本同じようなご飯食べれるらしいんですよね そう、いろいろ、そうね、そう そうなんですよね。調べるだけ調べて、そう、ね、まあね、いつかね、生きてるうちに飼えたらいいなとは思います。
もね、かわいい。まあどうなるかな。でも今はパルくんがいるから、パルくんとエイトくんね、エイトくんと会いたいな。会いたいな。ね、袋ももんが絶対可愛い。AKB、ね、そうね、AKB カフェいいよね。わかる。ミユ農場。そういえばさ、あれめっちゃ好きだった、ちっちゃい時。ゲームアプリで牧場物語。牧場物語めっちゃ好きだった。絵の感じとかなんか音楽とかさ、あの世界観がすごく好きで、すごいやってました。でも今の牧場物語はなんか絵の感じがまた変わっちゃってね。そうだから今はちょっとやってないんだけど、昔の任天堂 3DS とかその頃がすごく好きでした。やってた人いますか？でも懐かしいって言ってる人いる。そう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 、動物の森みたいなゲーム。卵を蹴る。牛乳とか、ジャージー牛乳とかなかった？懐かしい。何歳？小学生かな。めっちゃ好きだったな。わがままファッションガールズモード、私もやってたかも。本当にゲーム好きでした。一回すごい覚えてるのが、そのパパさんがね、私が言ったのかな、パパさんが言ったのかな、わかんないんだけど、すごい3つぐらい教育系のゲームをね、買ってもらってやってました。本当にちっちゃい時だと思う、幼少期なんですけど、なんかトーマスのやつと、あと英語を覚える系のゲームと、そう教育系のやつ、脳トレとかじゃなくて、その計算できるようになるとか、あと英語を覚えるようになるとか、そう、そういうゲーム3つくらいなんか買ってもらって、そうやってた。そう、そう、ためになるゲーム。ね、パソコンゲームじゃなくて普通に DS のやつ。効果あったかな。でもこれ多少あったと思う。なんか多少あったんじゃないかな。分かんない。でも勉強好きな子はね、ゲームとか関係なくやるから。そうね、そのおかげで大学も行けたのかもな。ニューカラの時間だそうです。何歌おうかな今日。
何歌おうかな。これ歌えるかな。じゃあそれでは聞いてください。週末のトイレット。ね、いい曲。じゃあ13位からいきます。ランキングアップいきますね。13位から、ホアンさん13位おめでとうございます。そして12位がテオネオラブさん12位おめでとうございます。そして11位がジアリングさん、11位おめでとうございます。そして10位がワッフルさん、10位おめでとうございます。そして9位ココンに、クイチュカヨ。そして8位がヤマちゃん、8位おめでとうございます。そして7位がタカさん、7位おめでとうございます。そして6位がザゼロさん、6位おめでとうございます。そして5位がふろふみさん、5位おめでとうございます。そして4位が化学先生、サビチュカーよ。そして3位が最強ゆえに力を封印、優しすぎるヒーロー、シャン・チーさん、さあおめでとうございます。そして2位がリムさん、ユイチュカーよ。そして1位がエサッシーさん、1位おめでとうございます。じゃあ順位から読んでいきます。イーグルイーグルさん、最永遠に死の推しさん、ユウの彼女シリーちゃん、ピールケイさん、クックさん、盾の勇者よかったよさん、ウミウミさん、ヨンゴンニ、アスランヒデちゃん、マイさん、ナンナフォーテイトさん、ぽよぽよ妖精さん、XD さん、ヒヨパンさん、プレシ、うどんロバーさん、最高のフィナーレ推し、ヒデジロウさん、グリフォンさん、ホタルミユさん、和田さん、チェンジ DC、フィンドフォービーさん、ヌッコッパ、ヒロさん、ハスキーさん、トットシー、ゴールド888さん、クラッシングさん、ユーユーさん、ウィンパディさん、カラダニピースさん、ビッグママさん、シマヤンさん、ヘギョンに、K ハッピー11さん、メガミユさん、コングンシー、コウさん、コッサスミユシ、AK さん、ヤキトウモロコシさん、ケンシンさん、クラウドキューティーンさん、トッシージャケンさん、星侍さん、ピーちゃん、いつもシーユータロウさん、ファバジズさん、加藤 BB さん、ジョーさん、ラブリーさん、ミキトさん、ネちゃん、タイさん、タッキーさん、メタルピーチさん、KYS さん、ローソンおじさん、ミッチーさん、グンちゃん、アキちゃんマン、ユートシさん、トッキンさん、タックン、ハッピーミューシー、ポポロンさん、タロウちゃん、ウィジナッチシー、井上よしひろさん、さやかちゃん、鉄道好きコナンさん、ドボ毎日プレイしましょうさん、ふっちゃん、あやかんちゃん、みちひろさん、トシくん、チャンヤーさん、フロストさん、トシさん、ケンさん、最後のししゃもさん、サカツネガメさん、ジェイ田中さん、池谷ライさん、サンタ花道さん、カモンスキーさん。皆さんありがとうございます。100位内に入ってる方も100位内に入ってない方も皆さん見てくださって本当にありがとうございます。じゃあスクショタイムいきますね。チーズ。ありがとうございます。じゃあどうしようかな、ポーズ？ ネモハモポーズ。ありがとうございます。明日朝早いから早起き頑張るね。じゃあ皆さんおやすみなさい。チャイチャイオラタリソウドカワンガン、おやすみなさい。また明日。